マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、マスオのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、前回はあちら後ろにね、あんまり見た目良くないですけど、半自動焼き鳥製造機作りましたね。結構いい感じで作れたんですけど、今回ですね、何をねやっていこうかなっていろいろ迷ったんですが、最近ね、このね、僕の拠点にいると重いんですよ。若干ここもなんとなく重くない？なんかさ、こうスムーズじゃないですよね。で、この原因をね、いろいろね考えてはみたんですよ。まあ、いろんなね、理由があるとは思うんですが、まず第一にね、まあ、てっぺんに行くとわかるんですけど、ぴょんと、まあモブが多い、あのアイアンゴーレム、村人超たくさんいるし、さらに羊さんたちも多いじゃないですか。あっちまでなんか行っちゃってるけど、あ、花畑まで行っちゃってるけど、多いじゃないですか。ということで、こういうモブが多いからね、重いのかなっていうね、思いもあるんですけど、多分ね、こちらですよね。エリトラ発射台が重くしてるんじゃないのかなと、この拠点を、なんとなくね、そんな気がするんですよね。なんかすごい重いんですよ、これが。はい、ということで、ちょっとね、今回ね、エリトラ発射台をぶち壊そうかなと思ってます。また別のところに建てるのもいいのかもしれないですけど、もう花火でよくねっていう、うん、っていう風になんとなく最近思ってきたんで、はい。ただね、これ壊すのね、結構すごいことになるんじゃないのかなと思ってはいるんですよね。はい、じゃあちょっと行きましょうか。怖いな。多分その船が散らばりまくる、うん、それが怖い。まずいらないものからこう撤去していきましょう。船あるとね、分かんなくなっちゃうから。よし、これもいらないでしょ。これもいらない、これもいらない、これも、あー、もう出てきちゃった。はい、出てきましたね。意外と普通ですね。そんなに入れてないのかな。おお、出てきた、出てきた。また前みたいなまた前みたいなさ、こう塔っていうか壁ができるかもしれないですね。船の壁がめっちゃ出てくるな。これどんぐらい、結構入れたけど、でもそこまでだと思うんだけどな。多分ね、これを壊せば果たして軽くなるのかっていうことなんですよね。おお、うわー、全部出た。うーわー、やばいねこれ。村かわかんないもん。あ、っていうかこれがやばい。っていうか水が良くないな。よし、これ消して、大丈夫かな。よしよしよし、じゃあこれを撤去してって、果たして軽くなるのかどうかっていうのをね、ちょっと検証したいと思います。重すぎて、うん、でももうなんかすでに軽い気がする。気のせいかな。なんかさっきよりスムーズじゃない？そうでもない？よし、まずちょっといらないやつ削って、で、この船なんですけど、もういいです、消しちゃっていい、消えちゃっていい、とりあえず、うん、って思ってます。わざわざさ、こうなんか保存したりしなくていいと思っている。これ保存すると大変なことになるから。じゃあね、これをね、ちょっと撤去していきましょう。ほい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 、これでね、軽くなるのかってことなんですけど、軽くなったらさ、拠点でのこうなんか何するにもさ、スムーズだから。やっぱりさ、昔の携帯もそうだけど、重いとなんか全てのね、やる気をね、こう削いでいきますね。うん、なんかマインクラフトやろうかなと思ってても、重いとなんかすごいやる気がね、失せるんですよね。うん、何か作りたいなと思ってもこう重いとね、うん、はい、ということで撤去中です。一発で大体ね、こう撤去できるから楽しいですね、これね。えい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 、ただ量がたくさんだから、ここ早送りになるかもしれないですけど、えいえい
えい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 よし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 軽いような気がする。あ、重いわ全然重かったまだまだ逆にさ、今こうアイテム化されちゃってるからまた重いかもしれないですね。本当はね、これね燃やしたかったですけどね、船そのままね。まあ家も燃えちゃうんでちょっとやめときましたが、よし結構いい感じじゃない。よしよしよし、すげえ、この家だな。そりゃ、重たいよね。ということでですね、散らばった船ほぼね多分全てアイテム化しました。まあ今このねアイテムの状態なんで若干ねなんとなく重い感じはしなくはないんですけど、拠点周りどうなったかってことですよね。本当に軽くなるのかどうなのかっていうのがね一番大事なんですけど、ちょっと行ってみようか拠点周りね。なんとなくさもうすでに軽い感じがしない？ほらほらほら、スムーズ。なんか今までみたいにこう何かする時の嫌な重さが全く感じられなくなった。やっぱさエリトラ発射台って相当そのさゲーム自体に負荷がかかったそういうものだったんだね。あそこにまだ残っているけど、ただこれめっちゃもうスムーズに動くもん。ヒュッ。でさらにどうせだったらね、前回ね結構こう 重いなって言ってた鶏のところに来ても全然軽いですからね。うん、ガチャガチャ、これで焼き鳥です。いっぱいできるかな。あんまりなんなかったな。やっぱりあれですね、効率はあんま良くないみたいですね。うん、焼けちゃうんだと思います。はい、でここになんか湧くっていう、いてて燃えちゃう燃えちゃう燃えちゃう。はい、ということでですね、ちょっと拠点が今回全体的にめちゃめちゃ軽くなりました。まあエリトラ発射台ね今でもね使っている方たくさんいるとは思いますが、やっぱりねパソコンに負荷はめちゃくちゃかかってるみたいです。はい、そこを考慮した上で作るかどうか皆さん決めてみてください。めっちゃ軽いわ、すげえ楽しいもん。いろんなところ行くのが楽しいよ、ほらほらほら。いや、いいわマジで。はい、ということでね今日はこちらで終わりたいと思います。次回以降またね何か作っていけたらなと思いますんで、ぜひぜひよかったら見てください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。